け用にちっちゃいものも欲しいんで、ちっちゃく割ります。このね、こういう風に割れた薪とか、もともとのこの束の薪とか、どういう風に保存しようかなと思ってまして、ずっとね、野ざらしにするとか、あとは車の中に置くときは荷台の床に直接置いたりとか、あとは後部座席の足元のところに置いたりとかしてたんですけども、やっぱりですね、車が汚れたりするのと、あとですね、移動が結構めんどくさいと。で、薪ってこういうね、細い針金でくくってあるんで、余計にね、運びづらかったんで、今回はですね、薪バッグ、これを買ってみました。本来薪バッグ用に作られているものではないんですけども、キャプテンスタッグのトートバッグ75リットル M サイズの方ですね、これをね、買ってみました。で、これ見てわかる通り、こんだけのものが収納できるってことで、これだったらね、薪を2束ぐらい入れられるんじゃないかなと。重さに耐えられるかどうかとかですね、そういった問題もあるんですけども、ちょっと開けてみましょう。茶色と紺色の方が安かったんですけど、せっかくなんでちょっと迷彩柄買ってみました。結構キャプテンスタッグ最近この迷彩柄出してますよね。これね、めちゃめちゃでかいんですよ。もう子供一人入れるぐらい大きいバッグです。ここにね、ちょっとね、薪を入れていってみましょうか。まず一束、もう一束はね、これ縦に入れてみましょうかね。ああ、でも全部バラバラに入れた方がいいかな。ちょっと一回バラバラに入れてみましょう。今薪が2束入ってますが、全然大丈夫ですね。で、大きい薪を入れた後に、この割ったちっちゃい薪、この辺をまとめてみましょう。これで、薪が2束半ぐらい入りました。まだまだ余裕はあるんですが、入れすぎるとね、あんまり良くないかもしれないので、蓋をします。ここにですね、口を閉じられるものがついてるので、閉じておしまいと。ちょっと場所は取りますけどね、これ。でも車の中は汚れないし、あと一気に持ち運べるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。片手でいきますからね。薪をですね、2束持とうと思ったら、針金のところをこうやって持ったりとかして、やっぱり両手使うようになるんで、こういうふうに片手で持てるっていうのはありがたいです。なんか重量もクリアしてそうですね。問題なくいけそうです。で、この部分にちょっとした袋もついてますんで、例えば軍手をそのまんま入れとくとかっていうこともできますね。ちょっと持ってごらんなさい。女の人でも持てるか。あ、重たいかな。あ、重たいけど、でもいける。大丈夫、いけるいける。これ薪がね、2束入ってるの。あ、2束半ぐらい。すごくない？でも肩に乗せても大丈夫？大丈夫。
いけそうよね、これ全然。いける。そこの方がね、どれぐらい硬いかだけど、もしかしたらそこの方になんか布かなんかあったらええんかもね。あ、そうだね。うん、そっちの方が安全かもしれない、うん、とりあえずこれで今度から行ってみましょうか。どう、重たい？ありがとう、ありがとう。もうこれで思いのほど語らない。え、ほんと？いい？今のサンベージ。はい。車に入れた時のサイズ感はこんな感じです。これはラパンですけど、軽自動車ですね。こんな感じで、そうですね、座席一つ分使うぐらいですかね。こんな感じで、細く割った薪だったり、そのまま太いまんまの薪だったり、いろいろ入ってるので、もうすぐにね、焚き火が楽しめそうです。家で割っていくのが一番早いですよね。